I barely. No one's taking care of those people just. おはようございます。突然始める。いつぶりだろう、いつぶりだろう、いつぶりだろう。めっちゃ晴れたね。やったぜ、雨男じゃなかった。今は横浜に来ました。そうで、今1軒目のカフェ行って、そこからまた今日は一日ゆっくり横浜を巡っていこうと思います。今日はオセロコーデです。本当だね。白黒、白黒、もう一人誰か白か黒入ったら裏返る。ではでは行ってきます。イエイ。ちょっとアイスティー印象、アールグレーティーがいいな。スイーツ食べたいね。確かに。なんか俺もアイスとか食べたい。わかる。でもホワイト生チョコモンブランタルト、よく言えたな今。ホワイト生チョコモンブランタルト、もう食べたい。あ、絶対美味しいじゃん。いや、こいつ、もうホワイト生チョコモンブランタルトにしたい。ストロベリーやつでしょ。お湯系。箱根山椒だね。お湯系。あそこめっちゃ笑った。いや、あの動画すごい好きなんだよね。本当に。懐かしいね、箱根行ったの。美味しすぎるな。いや、幸せだ。いただきます。お米の方いただきます。美味しい。なんかクリーミー。あ、すごい。ここ夕日になってる。夕日、夕日が入ってる。夕日、あ、夕日か。ここが夕日になってる。なんかすごいロマンチックな。これ相性すごいな。すごリモートでお米入れてみたいな。リモートで、リモートでいいっぽい。
陰中華街いやちょっと肉まん食べたい。ここはすごい結構並びますね。あ、ここ上海小籠包専門店、どこがいいかな。いや日差しが俺ぐらい眩しいなだる。いやでもさ、なんかもう今日光り輝いてんじゃん。ああ俺かと思った。マジかよマジかよ今美味しそう。そうでもバーカーズあ、角煮まん食べるね。角煮まんにしようかな。いやー、迷うな。この大きさやばくない？やばいチャーシュー、チャーシューめっちゃ美味しそうだねイエーイ、肉まんです。顔ぐらいありますね。でも俺らの顔と同じぐらいじゃん、肉まんの大きさ。てか俺らは肉まんってことあ、うまいよ絶対。うまっいただきます。でかくない？サメでこいいただきます。おいしそう。うまい。めっちゃ美味しい。すごくない？どれぐらい？でかすごいね。ガチでかシューマイ串とザンシューマイでかすぎん。すごいね。食べ歩きしつつ山下公園の方に向かって、で横浜美術館に行ってきます。ではではでっかいね。うん、おいしい。なんかちょっとスパイシーな感じでいや気持ちいい天気だね、本当にすごいいいわ。歩いたね。歩いた横浜美術館の方に来て中華街から歩いてきました。何分ぐらいかな。30分ぐらい。30分ぐらい元気だねでもその間に撮った写真が本当に良かった。いやこれと、あとこれと、あとこれです。おすすめですコンビニで買ったペットボトル5分ぐらいで撮ってきた。僕は買った瞬間に一気飲みしました喉乾きすぎや。いやでも今日天気本当にいいし、やっぱりなんだろう、夏前のこのね、ちょっと涼しい、あ、ちょっと暑いかな。後ろ綺麗だよね、この。いやいいわ本当にちょっと景色が良くてもう楽しいね、ここほんと晴れてくれてよかった
なみにこのシリーズってどれになりますか？これが今新しい、はいはい、でいいよね。赤レンガの方出て、あのちょうど日暮れた山下公園ぐらいのところがいいよね。そうしようか。楽しみだな、シリーズ。そう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 。去年夏の羽振りだもん。ちょうど見えるさ今。いいね。楽しみだね。いや今日素材大変だね。ちょっともういい意味で大変だね。お米の TikTok もぜひ覗いてみてください。いいぐらいに冷えくれてる。めっちゃ綺麗、最高。ちょっとやばいな。うん、うん、よかったね。
ですよ、ね、やばい。ちょっとマジでさ、お出かけ日和ってよく言うじゃないですか。このことですか。てか初めてじゃない、ここまでしっかり返せ。やっとだよ。でも返せだとしたらあれだね、俺らここまで写真引かどるんだよ。ここまでそんなに盛り上がってたやつやばいと思う。見るもの全部楽しい。めっせんまいだね。アイドル買ってから行こう。韓国1日で容量オーバーみたいな。あの機種変更したのに1日で容量オーバー。今後どうするんですか。絶対決するとか言って。やばいわ。最後らへん、これやばくないですか。もっと落ちてからのやつなんだ。